トリシランは、三系素シランである。化学式は、SI3H8 で、標準温度と、標準圧力で液体である。プロパンの系素に相当するものである。1916年、カール・サミスキーとアルフレッド・ストックにより、塩酸と経過マグネシウムの反応の研究中に、発見された。この反応は早くは1857年に、フリードリヒ・ベーラーとハインリヒ・バフにより研究され、 1902年には、アンリ・モアスさんとサミュエル・スマイルズにより研究されている。経過マグネシウムの分解により、様々なシランが生成するが、トリッシランは、サミスキーとストックにより明確に同定された。はじめは、シリコプロパンと呼ばれており、シリコムタン、シリコペンタン、シリコヘキサンなどのアルカンに相当するものの一つとして、同定された。トリッシランは、 サイニと HCL の反応から生じる微量の生成物である。この反応は赤外レーザーを用いて行われる。レーザーを質量を分析系に垂直にしてステンレスの円筒形のセルに設置したシュレジンジャー過程を用いて製造することもできる。この過程は水素化、リチウムアルミニウムとオクタクロロトリシランを1、ウトキシブタン中で反応させる。60年代にボリー、 カーネル、ウォルシュにより実証されたように、モノシランとジシランの高温での熱分解によっても、生成される。トリシランの分解は1、2水素シフトであり、ジシラン、通常の、およびイソテトラシラン、通常の、およびイソペンタシランを生成する。提案されているメカニズムは、SI 上の 4S と 3D の低い状態にある、空軌道を含む。トリシランは、 プラズマ岩用のシリコンのキャリアとして研究されている。このプロセスは半導体や同様の用途に対して白膜のシリコンに適用することができる。より有望な用途の一つはソーラーパネルを作るための安価なプロセスであろう。トリシランは摂氏に重度で液体であるため、気体のシリコンキャリアよりも流量あたりのシリコンの量が多い。用途により気体、液体及び、または 固体の混合物が望ましいであろう。キャリアの組成を変化させることにより、膜圧の変化や材料上で固化することのできるスプレーからの液滴が得られ、これはコインと呼ばれる。コインの形成はキャリアが慎重に選ばれなければならない理由であり、コイン間のギャップは材料へのシリコンの不完全な適用につながる可能性がある。シリコンは 多くの多くのコンピュータハードウェアに使われる半導体として有用である。これは安定しており、そのような状況でよく機能する。シリコンの性質上、小さいスケールで動く方がよく、ナノワイヤを使用することが望ましいことになっている。ナノワイヤの成長のための以前の方法は、温度摂取400度以上、圧力100倍以上、有機溶媒中の超臨界流体液体。 固体材料を必要としていた。高いエネルギーが必要なことや特殊な装置、及び望ましくない副産物により、ナノワイヤの製造が制限される可能性がある。トリシランを用いる方法は、SFLS 法に比べて多くの利点がある。大気圧で行うことができるだけでなく、ビスマスシードを用いては、摂氏363度。 禁止度を用いては、摂氏264度で行うことができる。トリ知らんの方法は、水溶液液体固体であり、アモルファスや微粒子の複製生物が少なく、比較的綺麗である。このプロセスはまだ生まれたばっかりであるが、利点は探求する価値がある。プロセスの微調整には、さらなる実験が必要であるが、予備的な結果は有望と考えられる。ありがとうございます。